今はルビーというもののウォッシングクリームを使って朝洗顔からスタートしていきます。首まで泡だらけ。これでちょっとだけています。準備できましたので、朝ごはんです。朝ごはんは最近プロテインを飲んでるだけなんですけど、最近この B レジェンドっていうのを、あ、案件じゃないですよ社員におすすめしてもらって、お気に入りの味を探すのにこういうなんか詰め合わせになってるセットみたいなのを買いました。めっちゃ面白いんですよ。これそんなバナナ風味とか、ピチピチハッピーチ風味とか、なんかいろいろあって楽しく飲んでます。どれも美味しい、本当に一杯飲んどコーラ風味とかいろいろあります。今日はそんなバナナ風味にしようと思います。美味しい。トランシーノとこのビタミン C、 それからコーラのホワイトショット、これらを毎朝飲んでいます。ございます。Thank you.
things never come for me easily, no. But now I think I'm ready. I think I'm ready, ready. Emotions repeating, though it's been so long. I know what you're thinking, I know. I wanna spend all our time now, for better or worse. I know the past is gone, and now you're all I want. Cause I would give it all up, give it all up, give it all up for you. I would give it all up, give it all up, give it all up. ということで帰宅いたしました。最近はサウナに、まあ、大体言ってるんですけど、サウナに行けない時とか、こうやって会食の後とかは家でお風呂入れて、めっちゃ熱い湯船と、でそれに入った後に水シャワーをして、ベランダで外気浴をするっていう、おうち温冷浴を取り入れてるので、今日もそのパターンでちょっとリラックスしたいなと思います。ということでお風呂に行ってきます。風呂を洗いました。気持ちよかった。まつげ美容液ラッシュアディクト、これ使い始めて本当に結構まつげが伸びた気がするので続けています。それからエキスパートラッシュ、これは伸ばすよりはまつげ一本一本を強くしてくれるみたいなので、まつげパーマしすぎるとやっぱり弱まっちゃうので、あと最後、イニスフリーのアイ&フェイスボール。なんかこんな感じになってて、シュッてやると、こうやって美容液が出てくるんですよね。これで目の周りを、美容液を塗る。OK! これにてスキンケア終了。いつもの定番、
蜂蜜黒酢ダイエットを飲んで、もう今日は寝ます。明日もちょっと仕事の都合で4時起きなので、今11時なので12時までには絶対寝ます。ということで、少し美容健康を意識した一日のルーティンいかがでしたでしょうか。もちろん全部が全部、全然疲れてる日とか時間ない日とか全然できないこともあるんですけど、まあ、どれもどれかだけでもちょっとコツコツ続けようみたいな感じで意識してることを今日はちゃんとやってみました。ちょっと先週が会食続きすぎて全然ちゃんとできてなかったので、リセットの意味も込めて今日ちょっと頑張りましたということで、アイテムは全部概要欄に載せておくので、気になったものがあれば見ていただけたら嬉しいです。ということで、明日も頑張りましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。おやすみなさーい。